はい、いきなりなんですけど今から福岡に帰ります。今は、天神の、ビヨンドジム、ビヨンドが、ついに天神にオープンしたということで、ちょっと、お邪魔させていただこうかなと思いまして、はい。で、まあ、なんと店長は、僕のコーチのゆうたさんなので、ちょっと遊びに来たっていう感じです。はい、まあ、今セッション入ってるんで、それが終わったらちょっと中の方見せていきたいと思います。行きましょう。はい、今着きました。ビヨンド福岡天神の店長のゆうたさんです。お久しぶりです。だって多分この前その今出して YouTube 大会の映像めちゃくちゃ出てますからね。またぜひ皆さん見てください。超かっこいいです。まあ、政治裏でこうやっていける、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 タイガーバンションめっちゃかっこよかった。そんな感じで、もし、効果でパーソナルトレーニングを受けたい方はぜひ、ビヨンド天神へ行ってください。で、まあ、詳細とかもリンクは貼っておくんでぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。いや、黒緑マジ目やばい。抹茶っすね、中身が抹茶アイス。いきます。綺麗にね。モンブランとか食べたの初めて見た。うわ、うまそう。やばいやばい。自家製モンブラン。すぐ食べます。はい、優勝です。うまい、マジでうまい。食べましょう。はい、皆さんおはようございます。デイ2ですね、福岡デイ2。今日はね、まあ、今から仕事が1本入ってまして、それ終わったら福岡大会で優勝した時の副賞でいただいたクランさんっていうところのエステの水抜き施術に行きます。で、その後はまあちょっと食べたいものとかをちょっと食べていくので、まあその様子もまた見せていきたいと思います。はい、今日はめっちゃあいにくの雨で寒いんですけど、まあ楽しく過ごしていきたいと思います。いきましょう。レッツゴー。到着。バリテンション高いや、顔パンパンやし。はい、ということで、とりあえず行きたいと思います。ちょっとまだ食事は取れてないんですけど、8キロ乗っちゃってるんで、まあちょっとね、抑えようかなと思います。はい、まあとりあえず、行きたいと思います。行きましょう。でも結構でも残っとるな。よし、で今から、いや映える映える、この施術をやっていきます。よし、行きましょう。あれ見られよっか。めっちゃ目にしました。じゃあちょっと YouTube で宣伝してきます。ありがとうございます。ありがとう。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、まあ福岡で水抜き手術をされたい方はぜひクラインお願いします。リンク貼っときますね。 YouTube ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そっか、 YouTube か。うん、ダブルチーズバーガーの単品を2つ、単品を2つと、フィレオフィッシュの単品を1つ、フィレオフィッシュの単品を1つと、マックシェイクのバニラの M、 バニラの M ですね、はい、以上で、はい、お召し上がりでよろしいですか。はい、ありがとうございます、はい、1220円。フィレオフィッシュ単品とやっていきたいと思いますと、マックシェイクお願いします。鼻もばっか食べたら顔がパンパンになるんですよ。あ、うまい。ダブルチーズバーガー。やっぱマックが一番うまい、ね、うん、なんだかんだ、うん、はい、今日は今から唐揚げ丼を食べに行きたいと思います。で、今日一緒に旅に行ってくれるのはレイカちゃんです。ビキニ、ビキニ日本大会に僕とは大違いです。僕キウイですということで今日は、これファイマーになっとうやん。お前どうでもいいけど、今日は唐揚げ丼を食べに行くんで、はい、いっぱい食べていっぱい太りたいと思います。行きましょう。なんかもう食べおらん？ガム。寒い。お、洋服が変わってます。着替えたんですか？ちょっと。着替えました。可愛くした。しかも普通に僕後輩と思ってたらまさかの同い年っていう。ね。うん、よろしく。タメです。タメです。もうタメ語にしてむしろそれ。こっちが気まずいよ。はい。もう匂いがね、すごい。醤油唐揚げみたいな。いやでも実際そうと思う。俺も TikTok 撮ろうかな。大和屋じゃあ入っていきます、ね。質問でもしようかな。トレーニング始めたきっかけは？もともとめっちゃ太ってて。え、そうなん？そうそうそう。で、なんかちょっと変わりたいなみたいな感じで。まあ本当に自分を変えたくてトレーニング始めた。始めたけど、ちょっとこうやっとくうちにどんどんなんだろう、痩せたいから、メリハリある体になりたいみたいな。まあでもそうか。でもいやめっちゃバルクあるんだよ、写真の写真。バルク。いやでもそれをできるってことはやっぱもうある程度こう体をつける、筋肉つけたり脂肪をつけたりする才能があるから。いやでも本当に俺もともとガリガリやけん。ああ、なんか写真も。そうそうそう、だけど、まあ、なかなかつきづらい。やっぱ女性も男性もそういうのはあると。好きなあの男性のタイプお願いします。男性、はい、のタイプは、なんだろう、マッチョですね。もう、なんだろう、大胸筋と、うん、あと、この肩、うん、この辺の厚みがすごく好きなので、しっかりついてるとやっぱいいですね。だそうです。はい。
まあ、ちょっととりあえずこういう感じでもうサクッとね、もう長々質問したところで、もう多分みんなはこのレイカちゃんが飯食ってるの食べたい、見たいと思うんで、ちょっともう少しおとなしく待ちます。はい、てん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 、拍手を。これサムネ、ちょっと待って、お水取ってきます。やばい。一口目のね、感想、まあ、懐かしい。学生の時めっちゃ気よったもん。いただきます。うかい。めっちゃ大きいね。いけいけいけ、かぶりつけかぶりつけ。どうした感想は。うまい。うまい。めっちゃサクサク。うん、そう、でかいのにサクサクで、しっかり中もジューシー。いや、食レポうまくなったわ。そう、でもご飯もこれ今唐揚げ粉乗ってるけど、私は全部ご飯なんで。いやー、これはすごいよ、カロリー。え、2000ぐらいあるんやね。あんまでも顔の色と変わらん、唐揚げが。やかましいわ。でもめっちゃ白いよね。なんかめっちゃ白いよね、顔だけ。え、焼いとった。顔だけ焼いてない。めっちゃでも体黒いん、体黒いもんね。ほんと差がすごい。もう怖い。めっちゃ食い。まあでもこう見えて仕事のこと言っていい、うん、看護師らしい。人の命作ってます。注射をしに来てください。うん、やばいわ、変なやつ来るよ。変な男来るよ。俺看護師だったら入院するわ。オッケー。ぜひ。いや、おかしいやろ、入院ぜひ。ちょっと集中して食べたいと思います。演出にして。え、待って待って、これまだこんぐらいあるよ。え、なんでなんで、どこで差がついた。え、全然あるやん、めっちゃ食べ方汚いやつみたいなやつ。え、ガチまだいける。やばいわ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ美味しかったですね。まあこんなの食べれるのも大会終わってちょっとぐらいなんで、まあちょっと、まあアイスでも食べに行こうかな。今日はごちそうさまでした。唐揚げ企画できました。まあインスタフォローお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でしたっておかしいけど、いっぱい食べたね。美味しかった。マジで顔悪くなったよ。バリ悪口、バリ悪口。2人ともね、うん、間違いない。むしろ俺も隠しておけて、これで顔丸って自分で思った。はい、じゃあまあ次はまた来年かな、来年度、僕たちはまた多分同じステージに立つので。だってもう出るとしたらまた福岡やる。福岡、出るとしたら福岡。うん、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。インスタフォローしてねって。インスタフォローしてね。ここにリンク下に貼っとくんで、はい、ぜひ皆さんお願いします。じゃあ気をつけて帰ってね。はい、福岡は初雪らしいので、はい。ありがとうございました。バイバイ。